僕たちを助けに来てくれたの。ありがとう。怪我は大したことないんだ。でもモンスターがたくさんいてここを動けなかったの。今なら急げばみんなに追いつける。ホラー穴の出口まで連れて行ってお願い。 入ってもらえ。 皇帝陛下、まずは俺の話を聞いてくださいよ。ギャロンってやつに商船団を乗っ取られちまったんですよ。やつは三月ほど前に来たんですがね、金離れのいいやつで たちまち人気者になりやがって、反帝国をぶち上げて俺の座を奪っちまったんです。ところが奴のバックには七英雄の一人スービエがついていたんですよ。俺は命からがらヌオノを逃げ出してここに隠れてるってわけですよ。話をつけるつもりならヌオノに行くんですね。ヌオノへは 船で迷路水路を抜けていくか、ハリア半島を通って陸から行くかのどちらかです。ギャロンはモンスターも手なずけてますから、迷路水路のモンスターの配置も変わってるでしょう。水路での進行にはギャロンのやつも備えてるはずです。ハリア半島はモンスターだらけの大変な場所ですが、ギャロンのやつもまさか陸路で攻めてくるとは予想もしちゃいないでしょう。 どちらから行きますか。道中は断崖絶壁なので用心してください。成功を願ってますぜ。行くぞチャンスだ。 私の番だ。よろしいかしら。いただき。よしやったぞ。 任せてくれ。どうする。せい。どうしてやろうかしら。私の番だな。私の番だな。くれ。何だ。私の番。やったか。我ら帝国は決して屈しない。 驚かしてあげましょう。ガン、待て。フェットですね。行くぞ。次のフェイク、私の番だろ。
急げ。じきに皇帝陛下のお出ましだ。遠路はるばる水路を抜けてくるんだ。丁重にもてなしてやろうじゃねえか。皇帝、まさかあの険しい道を。これで勝った。
っているなよ。俺様のバックには七英雄の一人海の覇王スービエ様がついてるんだ。パワーアップして必ず復讐してやるぞ。これで俺も元のリーダーに返り咲くことができます。何もかも皇帝陛下のおかげですよ。今後俺たち武装商船団の助けが必要な時は協力を約束しましょう。ここメルー砂漠はあまりの暑さに体力を奪われてしまうの。気をつけてね。木だらけですわ。
よろしいかしら。 蹴散らしてみせる。 皇帝陛下もチョン道場に目をつけてたなんてね。でも残念、何でも手に入ると思ったら大間違いだから。お城の財宝を手に入れるのはあたし。じゃね。 行くぞ、チャンスだ。任せてくれ。私の番。くれ。我が帝国は決して屈しない。 私の番にドカーン。ああ、俺の番だ。やったぜ。さあ、いい腕が落ちてきた。 何をなされるおつもりか。このまま一気に封印を打つ。バカな。あなたらしくもない。冷静になって状況を把握なされ。確かにかなりの数のタームを駆除することはできました。しかしながら巣穴に残るタームはこの倍、いや数倍はいるでしょう。片や我らは皆手負いの身です。 これ以上の負荷負いは極めて無謀。食えばいい。何ですと。巣穴のタームを半殺しにして吸収しながら進撃する。力の回復と成長、一石二鳥だ。吸収の方はディナーではありません。ノエル殿が言われた通り、
大きなリスクを負う以上、いかなる力を求め何を吸収するかは各々が慎重に選択すべきことです。至極単純な話だ。ふぬけは吸収しない。純粋に戦いだけを求めているやつ、狂犬や怪物のようなやつを吸収してやるぞ。ワグナスが行くなら俺も行く。それだけだ。私も同じです。どこまでもお兄様とワグナス様についていきますわ。僕を、君は君の考えに従えばいい。俺を置いていかないでくれ。やつめ、また現れたぞ。俺も行く。連れて行ってくれ。ふん、虫けらが。お前は来なくていい。なぜだ。俺も討伐軍の正式な兵士だろう。あまりにしつこいので、ワグナス殿がお情けで入隊させてあげただけです。黙れ。俺はワグナスと話してるんだ。クジン氏、君は十分働いた。もう田舎に帰った方がいい。ノエル、あんたからも頼んでくれ。俺の力が必要だって言ってくれ。お兄様に近寄らないで。殴るわよ。お前の命だ。好きに使え。ノエル、ただの人間に過ぎない彼では僕王の代わりにはならない。だが何かの役には立つかもしれない。何より巣穴のタームに時を与えたくない。混乱の今日つく以外に勝機はない。そうだな。クジン氏、君も来い。これで手足に。